今まで何回かモーリーさん出場後のシングルス中上級に出てたんですけども、一度もちゃんと当たったことがなかったんですね。一回ひしびで当たったのかなぐらいで。というわけで初のモーリーさんとの対戦、初じゃないか、まあ、かつ過去中級とかで当たったことありますけど、出場時代で試合での初の対戦なんですが、どちらも予選1回戦で負けて、予選負け同士の消化試合みたいなところで当たってしまいました。で、モーリーさん最近攻めが速くなってストローク強くなって、結構私の嫌いなタイプなんですよね。なんかもうちょっとゆっくりやってくれる人の方がいいんだけど、ただまあ最近このモーリーさん相手というのとは関係なく、じっくりバックハンドでラリーし、バックハンド攻めでラリーしてチャンスで決めるっていうやつをやろうと思って始めてます。で、ただまあバックハンド攻めてもモーリーさんバックハンドはあんまり無理しないんでミス少ないんですよね。で、サーブは結構素直なフラット系サーブで、私は結構なんかこう打ちに行くとミスらされるみたいなことが多くて、あんまり相性が良くないなと思いつつやってます。まあでも基本的にモーリーさん相手とは関係なく、できる限りバックハンド狙いの展開からのポイントをじっくり作りたいんですが、こんな風にまだ攻めてこないかと思ったら攻めてくるんですよね。昔当たったところ、中級の頃とかはもっとあまりチャンスでも攻めてこないイメージだったんですけど、まあという感じで、まあちょっと最初は相手のボールに慣れるためにゆっくりと始めるのが基本なんですが、ゆっくり始めてるとこんな感じで、相性が悪い相手だとあっさりポイントを取られて、本当は長くラリー続けたいのに慣れる間もなく、せっかくゆっくりやってるのに慣れる間もなく終わっちゃうって感じですね。で、サーブをしっかりバックハンドに入れて、ストロークもバックハンド狙ってという展開をやってますね。で、一瞬フォアハンドもう一回ぐらい入れようかと思ったけど、まだしつこくバックハンド狙いっていう感じの展開で、まあ、最後ちょっと無理した球が入ってくれてラッキーって感じでしたね。これはアウトになってもおかしくないぐらいちょっと厳しいコースに狙いすぎてますね。本当モーリーさんバックハンド無理しないからミスしないんですよね。なんか攻めてる甲斐がないんで、あんまりこうバックハンド効かないなと思いながらやってます。サーブは特にセカンドサーブはしっかりバックハンドに入れる。うまくいかなかった、フォアハンド言っちゃった。ただ回転肩であんまり伸びないサーブだったから引っかかってくれたって感じですね。サーブはできる限り、ああ、ただこれ1球ワイドスライス使おうと思ってやったのかな。セカンドサーブはしっかりバックハンドに入れたい。行かない、ダブってる、出だしからダブってる、良くない。うん、バックハンドに行こうという意思はあるな。バックハンド狙ってますね。ただ本当モーリーさんバックハンドあんまり甘くなってくれてないんだよな。で、こう自分の方が逆に浅い球打ってた。さらにミスヒット。ディフェンスに追い込まれた。あ、でも先にミスしてくれましたね。今がでも完全に途中で逆転されてますよね。このスライスとかバックハンド、スピンとかが深いせいで、私のターン来なくて逆にここでもう深い球打たれて、自分の球が浅くなってさらに叩かれて、これもミスヒットして、これをなんとかディフェンスしてチャラに戻したところだったんだけど、チャラに戻した割にはモーリーさんがちょっと打ちすぎちゃいましたね。私の球が深かったんで、まだもう一回安全にって感じのタイミングでしたね。またフォアハンドいってるサーブ。あ、でもこれはあれか、もうあんまりバックハンド効かねえなと思った後だから、もう多分あんまりバックハンドしつこく狙うんでやめたんだな。
ップガンにキープキープからのスタートですね。当たりそこでリターン。これはもうちょっと鋭くショートクロス行ったつもりだったんだけど、モーリーさんの守備範囲でしたね。決めときたいな、あれは。追いついてるなら一発で決めたい。まあこのリターンの段階ですでに不利なんですけどね。追いついたなら本当ショートクロスで決め切りたい。バック本当にサーブを打たれて、思ったより角度ついてたんで私の足がついててないですね。バックハンド狙ってるっぽいですね、これ。うん、これは手前にバウンドしてのフォルトでしたね。一回こっちにバウンドしてから私の方のコートに入った。スコードボールがイン。ちなみにこの後も何回も続きます。私の球今回この回すごいコードボールネットインだらけでした。惜しい。これちょっと狙いすぎでしたね。ただ私のバッパーバックハンド狙ってますよね、サーブで。結構モーリーさんファーストセカンドの差そんなにないから結構嫌なんですよね。これはちゃんとバックハンド深いリターンができた。でフォアハンド時間があるから今度しっかりフォアハンド側に1回振ってから、まだか、もう1回フォアハンドに振って、でバックハンドアウト、うん、あれはちゃんとウォッチしましたね。ワンブレイク先行、ちゃんとバックハンドにいいサーブ打って決めに行く。ただインマリー多分なんなかったけど、なんとか。でもこれは危なかったですね。頭の上抜かれてもおかしくない。これがちょっと弱気でしたね。もうちょっといい球打ってもよかったかな。確実に1個落として守備範囲内に届くスピードで打っちゃいましたね。サーブが入ってる。ああ危なかった。でもまあこれはちゃんとフォアハンド側にもサーブを打ってる。やっぱりフォアハンドの方がやっぱり気持ちよく振れるサーブが多いんだよな。バックハンドやるとどうしてもコントロール意識しすぎて振り切れないことが多い。セカンドサーブもフォアハンドに浅いスタートがおびき出されたように前出ましたけど、これはまあパスミスしてもらってラッキーですね。全然出方としては良くないですね。最近ああいうのを日を折らずにしっかり深くに打とうっていう意思を持ってやるようにしてます。でこれは本当はもう一歩下がってしっかり回り込んでから逆クロス打ちたかったのに、なんかちょっと弱気になって回り込みきれてないですね。中途半端のとこから強打してしまった。ワイドスライスを狙っている。でセカンドはやっぱりでもバックハンドに入れときたいな。これは全然フォアハンド側に行くわ、届かないわ。うん、でかそうですね。全然落ちてる感じがないですね。やっぱり力入れすぎると縦回転がうまくかなくて落ちない感じがあるな。ね、これ入ってたらしいですね。私はちょっと打ちすぎちゃったかなと思った球だったんですけど、まあオンラインぐらいか、ちょっと手応え的には打ちすぎちゃったかなと思ったんですけど。
で、これいいスライスでしたね。入ってたら多分遠いところに失速しないスライスが入ってた。回り込んで、この辺はあれですね、ちょっとせっかくリードできたから強打でガンガン押していこうと思って、回り込みフォアハンドのリターンをやろうとして自滅してますね。もう一気にペース上げようと思っている。で、回り込んでフォアハンド打ってフラットに打ちすぎて入りそうな気配がないと。回り込みフォアハンドからやっぱりもうちょっと安全に角度つけるとかの方がいいですね、あれは。で、2回失敗したから1回スライスで安全に返してみる。これはやっぱり本当モーリーさん攻めが速くなったよな。あそこでもうあのぐらいの球を狙ってくるようになってしまわれるとこっちのディフェンス間に合わないんだよな。確かに浅い球ではあるんだけど、もうちょっと甘いコース打ってくれればディフェンスできるのに。いいサーブ。ただこれはこっちのチャンス。もう一回こっちのチャンス。あの高い打点からの逆クロスは相手のバックハンドを狙えるし有効ですよね。ちょっと外側回転で逃げていく感じの逆クロス。これはちゃんと体動いてるときは入るけど、弱気になると入んなくなるんだよな、ああいうの。デッドだけど、いいですね。スパヒト私のバックハンド側にしっかりコントロールされたサーブで。弱気サーブばかりじゃダメなんで、しっかりしたリターンも混ぜておくと。いいコースだ。深くにもう一回スライスで戻しといて、これがちょっと厳しかったですね。その前の球が良かったんで、次ちょっとディフェンスできなかったですね。これは結構いいリターン返して、ここまではしっかり打っていて、でここまではまあ別に守備範囲内だったんだけど、これが良かったから、これまだか、この次か、これが良かったせいでもう戻ってるうちに逆突かれちゃったんですよね。本当に攻めが早い。もうちょっと安全な球でつないでこっちのチャンスを増やしてほしい。フォアハンド側に行ってバックハンドに1回供給して、こういうのでこうですよね。これで多分フォアハンド行くよりもバックハンド行った方が相手のミス率がちょっと高くなるよね。その攻めきれないならバックハンドに打っとけっていう、悪くないサーブで、またネットイン2回目のネットインハッピーのように3度目もあるんですよ。ちょっと当たり悪いですね。ちょっとペースを落としたドロップショットにしたつもりが弱気ですね。もう取られてもいいと思って確実に打たないと。自滅は良くない。しっかりサーブをバカの入れる。入んない。フォアハンド行っちゃったけど、ミスしてもらえてラッキー。まだフォアハンドいってるな。でもあれか、序盤にあまりにもバックハンド狙いが効かなかったからランダムにしたつもりだったけど、フォアハンドにばっかりいってますよね。もっとバックハンド打たないと。
ラッキーだ。2回連続でリターンミスしてもらえたのはラッキーでしたね。ちゃんとバックハンドに深く入れといて、これはちょっと良くないですね。ちょっとだけ強い球打とうと思ったのに、なんか中途半端なことやってしまった。迷ったんでしょうね、時間があったから。うん、いいサーブ深くにオンプしたんだけど、これは悪くなかったな。でもその前の球に対してちゃんと深くに一回返そうという意思は伝わった。リターンばっかりやってると良くないから、しっかりフルリターンも時々やっといて、でチャンスボール外に逃げていく球でやったけど決めきれない、決定力が足りないですね。で決定力はないけど、こっちもミスしなかったからまあいいかって感じですかね。あれ？なんか待てよ。まあ大丈夫ですね。見返してみたらスコア合ってました。安全に深くスライスでリターン返しといて、でもう一回深い球からもう一回深くに山なりで返しといて、これ前出られてるの気づかなかったんですよね。あの深い球の方でボールに集中しすぎてネットに出てるの気づかなかった。浅い球、そしてまたネットインと3度目ですね、3度目撮影40より1本、3ポイントネットインでもらってますからね。プレッシャーかかるサーブ、ちゃんと入れてくるな。私の方がちょっとプレッシャーかかって浅くなってますね、球が強く打ち切れてない。ああで差し続き、しかも相手に先にモーリーさんに先に仕掛けられて入んなかったからラッキーなだけですね。あれは完全にリターン、こっち弱気でちょっと振り切れてない浅いストローク、でフラット気味にバックハンド狙われたけどネットインせずと、うん、ネットインの差でこうなったって感じがしますね。こうなるとさあサービング4マッチ締めないといけないサーブゲームですが、最初の1本ファーストサーブ入った。うん、いい、まあまあ良かったですね。全然あのグランドスマッシュするさも球じゃなかったから、はい、途中で切り替えてスライスにしたんですけど、グランドスマッシュに打ちかけたとこからよく我慢できたなって感じですね。グランドスマッシュにしようとしたら多分ネットで刺さってますね。サーブをしっかり入れて2ポイント連取、さあだいぶ余裕が出た。この辺で気を抜くんですね、いつも私。なんか5、あと1ゲームで30ラブとかになるともう勝った気分になって雑なサーブ打って、全然惜しくもないサーブ打ってまず掘ると、あーこれはまあ森さんのリターンが良かったですね。ちょっと気を抜いてるかなと思ってセカンドでリターンダッシュしたんだけど届かないコースに打たれてしまった。
これは勝負した様、入んなくてもいいやと思ってフラット気味にワイドに打ったら入っちゃったって感じですね。でこれでもう勝ったも同然な気分でちょっといて、全然入らないサーブまたファーストで打って、ダブルフォルト。ほんと入れとくだけでいいのに、相手はプレッシャーかかってるはずなのに。まだマッチポイント、これいいリターンされちゃいましたね。これ一瞬本気で下がってスマッシュすれば届いたのに、ああアウトだろうぐらいの気分でやめたんですよね。そしたら全然余裕で入ってた。多分頑張ってバックダッシュ&ジャンプスマッシュすれば触るぐらいできたはず。ああ入んなかった。これちょっと入れたかったサーブでしたね。プレッシャーかかるから。惜しくもなんともないひどいサーブ。これが良くないですよね。もうですね、とにかくダブルフォルトするぐらいやったらもうチャンスボールでいいから入れろですよね。アホかっていう感じの落とし方で、これ多分モーリーさんが取ったら私は結構プレッシャーかかってかなり厳しくなりますね。だからちょっとここは結構強気でいこうと心に決めて、さっきまでよりは結構振れるようになってますね。なんか弱気になるとダメだと思って結構頑張って振ってます。これもあれなんですよね、これもディフェンスのスライスというよりはなんか低い伸びるスライス打ったろうと思って強く打ったら低く打ちすぎちゃったやつですね。だからそこまだ攻めの気分が強い感じです。これも回り込んでリターンして、これはちょっと回り込みきれてないからミスったけど、これも強気でいこうっていう感じですね。で多分この辺で弱気になるはず。入ってたら嫌なサーブでしたね。あれリターン、うん、これをさっき2本目でもやりたかったですね。低くて速いスライス。また回り込んで強打してやろうと思ってましたね。深かったんで強打はできなかった。ちょっと安全に返してますね。モーリーさんの方が攻めている。これもモーリーさんの方が強気ですね。安全なリターン、安全なストローク。あ、自滅してくれてラッキー。これはちょっと私は攻めてないですね。安全に安全にいってます。いいサーブですね。ああ戻れないで終了と。これはもう完全にモーリーさんのターンでフォアに振られて浅くなった球をボレーで決めるという展開だったのに、最後多分確実に決めようとしすぎてミスった感じですかね。まあなんとか勝ちましたけど、負け同士のやつですからね、ちょっと残念な感じですが、いやこんな感じで久しぶりのモーリーさんとの対戦はなんとか 6-3 で勝つことができました。まあコードボールがなかったら勝てない気もしますけど、まあそれはそれですよね、という感じでした。